さんのいいところを出し合って切磋琢磨していきましょう。いつも元気をもらってるよ。ありがとう。本気で書かなきゃ見ないですもんね。むずい。心に来たし。やばいやばい。やばいやばい。どうもー、ショーリングでーす。やった。今回はですね、本気で日々の気持ちを手紙にしたため、メンバーに伝える企画、題してガチで手紙を書こうです。少年忍者のメンバーの中で高校卒業した最年長組3人、あと、そして中学生4人が、事前に手紙を書いてくれたそうです。感謝の気持ちですかね。照れくさいというか、まあ、本気で書かなきゃ意味ないですもんね。危ない。ガチで書くことって今までない。だから恥ずかしいです、なんか書いてて。むずい。授業中小ネタで歴史が出てきた。書けました。時間かかっちゃったんですけど、その分いいものが書けたと思います。おふざけ全くないです。あの時が疲れた人が5人いるわけですよ。7人の中でも掛け合ってたりするらしいんですよ。それ俺らも分からない。あ、そうだよね。自分たちも自分のやつしか知らないから、他の人が誰を書いてるかを知らない。確かに。それはもう秘密で、その楽しみみたいな。でも、こうきくんは？俺は今日 MC っす。MC 呼ばれっす。マジで普段書かないじゃん、メンバーに。確かに。平塚とか絶対書かないじゃん。マジで照れくさくて、変な汗が出てきた。書いてる時ね。普段は手紙書かないんでしょ、やっぱり。おじいちゃん家行った時とか、やっぱ感謝の、あの、ありがとうっていうのも電話ですなっちゃうんで。なるよね、やっぱりね。翔星くんは誰にお手紙書いてきたんですか？北川たぐみくんです。おー、泣きそうじゃん。初回から泣いちゃう。もう泣きそうやん。やっぱいつもお世話になってるので、こういう場面でその恩返しがしたい。おー、それでは翔星、お手紙どうぞ。たくみくんへ、いつも相談に乗ってくれたり振り付けを教えてくれてありがとう。いつも優しくしてくれたので、僕から恩返しがしたいので送ります。いつか富士山行ってみたいね。いや、ありがとう。どうですか、たくみくん。とりあえずもう富士山行くことを決意しましょう。翔星が仲いいのはもう知ってますから、でもこうやって言葉にすると恥ずかしいよな、翔星なんて。そうなるよな。もう赤面ですよ。富士山のハガキなんだ。僕書きました。えぇ、ー、やばっ。富士山書いてる。実際やろ。じゃあ最後、たくみくん、翔星になんか一言返してください。大好きです。なんかちょっと泣けそうになってきちゃった。もう早い。親目線になっちゃう。カエルくん、じゃあ早速ですけども、はい、誰にお手紙書いてきたんですか？僕は小田翔星くんです。もあるんだね。マジか。翔星ちょっと2連チャンで結構負担があるかもしれないけど。なんで翔星にお手紙を？やっぱ翔星、仲良くしてくれるし、で相談乗ってくれる時もあるんで、感謝の手紙を送るしかないな。わー、でも入所してからずっと一緒にいるもんね。はい。カエルくん、お手紙お願いします。はい。翔星、俺の最初のシーン目は翔星だったね。ちょっと初めて翔星を見た時、すごく努力家で、最後まで諦めないで自分も頑張ろうと思ったよ。一緒にご飯行った時、行儀が良すぎて自分も見習おうと思ったよ。翔星はすごく元気で、いつも元気をもらってるよ。ありがとう。で、また一緒にご飯行こうね。偉いじゃないですか、すごい。行儀いいし。いや、もうそれがすごいなって思ったのと、その、なんか僕が落ち込んでる時に、いつもなんか慰めてくれるんですよ。それ、それ。
ろしくお願いします。僕は書いたのは、はい、鈴木雄人くん。ちょっと分かってた気がします。このメンバーだったっていうのもあるかもしれないですね。なんで雄人を選んだのか。でも他にも、まあ、何人かそういうこと書こうかなと思った人はいたんですけど、うん、でも一番に思いついたのが雄人だったんで。だって雄人あ、けどまあ、結構ずっと一緒に帰ってたんで、うん、もう、ねあのカメラ見ていってくださいね。書いてるのちょっと珍しい。さあ、では稲葉くん、お手紙読んでください。はい、友人へ。ジャニーズのオーディションの日からも今もずっと一緒に頑張ってる友人。オーディションの日に初めて話しかけてくれた時、きっとそこで話しかけてくれなければ僕は誰とも話さずに一日が終わったでしょう。そんな気軽に話しかけてくれる性格の友人には僕に持ってないたくさんのいいところがあり、今までそれに助けてもらったりしました。きっとこれからもいろんな場面で助けてもらうでしょう。そんないいところを出し合って切磋琢磨していきましょう。本当に今までありがとう。そしてこれからもよろしく。稲葉道春病院。稲葉くんほら人と話すのが苦手なタイプだもんね。でそういうとこでやっぱ話しかけてくれた友人やっぱありがたかったんだ。いつも友人ってなんか割といじられたりするじゃないですか、うん、でもそんな中でも僕は逆にそんな性格だから僕助けてもらってるよっていうのを伝えたかったですね。ありがとう。あ、まあ、大事にしろお前稲葉くんのこと。はい、よろしく。じゃあ今日も一緒に帰る。これからも、ね、多分ずっと新芽だと思うんですから頑張っていきましょう。ありがとうございました。誰にお手紙書いてきたんですか。元木枠くん。めちゃくちゃ驚いてくれてるじゃん。いつも優しく本当にしてくれるんで。最後まで順番回ってくるの待ってただけだ。それしか緊張しなかったから自分のことしかね。うん、どんなことを書いてきたのか。もう日頃の感謝と嬉しいことを書きました。何もしてないよ。久保くん、ワク君へお手紙読んでください。はい、元木ワク君へ。いつもありがとうございます。元木君にはいろいろな洋服をもらったり、振り付けで早くてできない振りをゆっくり丁寧に教えていただきました。洋服をもらった時もめちゃめちゃ嬉しかったです。これからもよろしくお願いします。お願いします。ありがとう。ストレートな感謝のお手紙でしたけど、かわいい、めっちゃワクワクって書いてある。いろんな文字で、あ、本当だ、いろんな色かな、もう40名。今まで生きててよかったかもしれない。この関係だとね、後輩から先輩にありがとうございますってもうこんないっぱいあげて書くことないからさ。そうよ、確かにまあね、もう開けた時とかにありがとうございますって言ってくれるけど、こうやって改めて言われると本当に照れくさいんだね、これ。なんかこっちがもらう側とすると、なんか今までこの人はどんなこと思ってたんだろうっていうのをすごい伝わった。本当に手紙っていいんだなって、しかも一生残るじゃん、これ。そうね、確かに俺がなくさない限り。あの引っ越しした時になくならないことを願います。個人に飾ると思います。平塚君、誰にお手紙書いてきましたか。僕はクロちゃんです。おジュニアに入って、その時にあの一番最初に話しかけてくれた人っていう印象があったんで、その頃の感謝を。いやー、なんかちょっとドキドキするわ。いや、俺もだよ。すごいドキドキする。結構一緒にいることが多くて、帰り道が一緒なんで、うんうん、そっから結構仲良く、レッスンとかリハとかある時はもうほぼ毎日一緒にいるんです。そうなんですよ、帰りの電車も一緒なんで、もうほぼ家族です。平塚くん、黒田くんにお手紙読んでください。はい、黒田光輝へ。はい、入所当時人見知りで全然ジュニアの友達ができず悩んでいたら、クロちゃんが自分のやってるゲームの話をしてきてくれたのをすごく嬉しくて今でもよく覚えてます。
それから話すようになって周りにも馴染めるようになって、すごいクロちゃんのおかげだと思ってすごく感謝してます。クロちゃんは僕より年下なのにめっちゃしっかりしてて、僕がコンサートとかでよくミスをして怒られても落ち込んだ時もクロちゃんはアドバイスをしてくれたり励ましてくれて、クロちゃんにはすごく支えられました。ノリが良くて優しくて一緒にバカやってくれる、そんなクロちゃんが大好きです。これからも一緒にバカやろうね、平塚しょうまより。やばいこれ、はい、ありがとうございます。平塚と黒田どれぐらいもう一緒になったって、もうずっとやるの3年、うん、あのそうですね、私が入社したのが5年目なんで、今昔のこととかやっぱ振り返って話すことないんで、それをちょっと手紙でね形残して伝えるみたいなのがすごい嬉しいです。いつもの雰囲気違うの、なんかこの真面目感が出てる。いや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 、あ、そう、ふざけてるから。そうなんです、ふざけてるから逆に恥ずかしい。なんか本当に心に来たし、なんかちょっと本当に泣きそうだった。恥ずかしいよすごいドキドキしたし、もうやっぱ目の前でいるとちょっと恥ずかしい。あのはい、バカにします、これからも。ありがとうございます。青木くん、誰にお手紙書いてきたんですか？僕は、檜山くんに書きました。やっぱり一番支えてもらってるんで。支えてもらったのこっち。マジで本当に頼りになる青木山。もうやばい。なんで檜山くんにお手紙書こうと思ったんですか？忍者として活動する前からも結構ずっと二人でやってることが多かったんで、あとバンドとかでも。一緒に練習することも多くて、そうですね、その分感謝が大きいですね。ありがとうって感じ。やばいよ、ここ。本当にやばい。こっちもやばい。やばい、今だいぶ出てるんだよ。やばい、やばい。青木くん、檜山にお手紙読んでください。はい。檜山くんへ。檜山くん、お元気ですか？はい、元気です。初めて会ってから今年で4年くらいになるね。檜山くんとは少年忍者として活動する前からずっと親身でやってきて、お互い嬉しいことも悲しいことも一緒に共有してきたね。檜山くんにちょっと待ってください。いいよ、全然大丈夫だよ。檜山くんになら何でも相談できるし、檜山くんがいれば僕も安心してアイドルでやれます。でも一つだけ僕には不思議なことがあります。檜山くんはほとんど全員のメンバーのことを下の名前で呼んでいます。でも俺は大きいです。どうしたんですか？最近は新芽でステージに立たないことも増えてきたけど、変わらずに檜山くんは俺にとって大切な存在です。俺一人で不安の時はこれからも支えてくれると嬉しいです。青木浩平より。大丈夫。やばい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 。大丈夫、ここに置く俺。はい、ありがとうございます。二人だけ出てない曲があったりとか、二人だけみんなと違う振りを踊ってたりとか、そういう経験を結構してきたんで、ごめんなさい。その分やっぱり感謝が大きいです。そうだよね、やっぱりね、こんなに長くいることがそもそもなくて、で、なんか結構やっぱさっき言ったようにさ、俺青木明見ようじゃん。そうだね、確かになんかね、なんだろう、変に気遣わないっていうか、その自分から距離を詰めなくても、まあ、自然にこう距離がもう縮まってたみたいな、ずっと一緒にいたから俺ここに来てなると思わなかった。本当に。やっぱその分やっぱ気持ちが伝わってるってことよ。手紙ってすごいっすね。マジで家宝これは。マジで家宝。嬉しい。本当に。グッとくるものもあるよね、やっぱり。胸が締め付けられるよね。すっごい。顔やばい。泣いてそう。いや、泣いてる姿見るとちょっと来るよね。あ、それは知らないか。知らないか。あんま泣きたいから。俺が一番びっくりしてる。もう最後ですね、はい、元木くん、はい、元木くんはもうね、なんとなくは分かるんですけども、誰に、はい、誰にお手紙書いてきたんですか？はい、今回はこうきくんに書いてきました。おお、フェイント
あれ脱落？あれ？脱落。いや、こうきくんマジで？はい。ちょっと待って、俺完全に油断してたんだけど。じゃあ行きましょう。前に出ましょう。俺は？そうですね、選んで理由としてはまあそうですね、結構長くやってきてね、でたまに仲良かったからさ、遊び行ったり一緒に、うん、まあそういう、まあ、仕事面でもプライベートでもいろいろと関わってきたので、まあ、こういうふうに書こうかなと思いました。ちょっと待ってくださいね。落ち着いてないじゃん。そうさせてくれない。だって俺ずっと今日はそこ座ってるもんだと思ってたから。いいよ、じゃあ読みます。こうきくんへ。こうきくんは頼りになる数少ない一人です。まずは俺のボケを全部拾ってくれてありがとうございます。そんな人ね、なかなかいないから、俺は何の心配もせずに思いっきりボケれます。そしてこうきくんは俺のいいところちゃんと面と面を向かって言ってくれるから、俺はめっちゃ自信がつくんで本当に嬉しいです。だからなぜかこうきくんのことを俺はこうきって呼び捨てにできないんですよ。こうきくんはちゃんと周りを見ていて、自分がすべきことをしっかり理解していて、さすがだなと思います。こうきくんは趣味があるから話してても尽きることがないから、一緒にいてめっちゃ楽しいです。最近は一緒に遊ぶことがなかなかね、ないから久しぶりに遊びに行きたいな。こうきくんは俺のことをどんな感じに思っているかな。年上だけど頼りになるところはあったらいいなと思っています。これから多分ずっとボケているから、飽きずにちゃんと拾っていってください。じゃないと俺は寂しくて泣いちゃうからです。たまにはこうきくんもボケていいですから、その時俺が何とかしてあげるよ。これからも頼りにしています。元木枠より。これが僕からの気持ちです。嬉しいです。パフォーマンス別にすることとかよくあるじゃないですか、最近って。ワークのパフォーマンスはすごい好きだし、好きなのよ、ワークが踊ってんのに。で、ワークのボケ拾うのもすごい好きだし、でもずっとね、アニメの話したり、うん、でまた遊びに行きたいよね。行きたいね。すっごい嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。いつもより内村くん来てください。やっぱりですね、同期なんで書きたいなと思いました。ドッキリ大成功でした。そうね。ちょっとプチドッキリしちゃった。緊張しちゃった。お手紙お願いします。はい、ソータへ。はい、ソータとは長年の付き合いだから、今更手紙を書くことはすごい照れくさいけど、ソータに伝えたいことがあるから伝えます。7年前の6月23日、初めて俺とソータが出会った日です。俺はその当時ジャニーズは嵐しか知らなくて、そんな中オーディションを受けて何も知らない状態で不安だったけど、帰り道ソータが話しかけてくれたね。とでも正直あまり覚えてないんですよ。ソータと一緒にコンサートに出れて本当に嬉しくて、それが当たり前になって、初めて会った時よりも一緒にリハバに行き帰りした、その時の方が覚えてるんですよ。でもそんな日々は続かなくて、お仕事全くない日々が丸1年ありましたね。その時俺はもうやめようかなと思ってたんですよ。野球をしていこうかなって思ってたんですけど、その時ソータはどんなことを思ってそんな日々を過ごしていたのかなと、わからないけど、2016年の初めて出たジャニーズワールドのリハーサルに呼ばれて、そこで俺たちはチャンスだと思って二人で必死にやってきたね。それから何回も出させていただくようになって本当に良かったね。二人で踏んできた場数もほとんど一緒で、時には親身になったり、でもソータがだんだん前に行くようになって、俺は置いてかれてる気持ちに勝手になって不安になって、その不安が嫉妬に変わって正直ずるいと思っちゃいました。でもそれはソータがちゃんと努力して練習してきたからその結果なんだろうと思って、それで負けたくないなと思って、だから俺はすごい必死に練習しました。ソータのおかげで今の俺がいるんだと思います。ソータは俺の一生のライバルだと思います。だからソータから見て俺もライバルであり続けたいなと思うし、これから俺たちがどうなっていくか本当にわからないけど、ずっと一緒にいれたらいいなと思っています。長くなったけど
伝えたいことは伝えられたかなと思います。今までありがとう。そしてこれからもよろしく。元木枠より PS お料理でかくなったけど弟のように思っています。以上です。俺も、仕事が悪い一年ない時に、なんか中学1年生だったのかな、その時に、もう勉強で行こうと思って、で、なんか、バッとか友達に、なんか最後のバイバイぐらいは言おうかなって、で、なんか、最後のオーディションに受けたんですよ。受けて、で、受かったから今があるみたいな。だから、その時に、まあ、オーディション行ってよかったなって思いました。ありがとうございます。ありがとう。話が頑張りました。いいよね。分かってはいるけど普段伝わらない言われていない気持ちをダイレクトで言ってもらえるとやっぱりなんかすごい感動するっていうか、グッとくるよね。なんかいいですねお手紙って。恥ずかしいけど、まあ、いざ書いたら本当にスッキリっていうか、今まで言えなかったこととかね、あるから本当にスッキリしたよね。これでなんかそういうお互いまた信頼してなんか前進めるんじゃないかなって本当に思うこれ、うん。ここからはお手紙をこちらのポストに投函していきたいと思います。はい、切手を貼るのは、はい、書いてくれた人にもちろんお願いしたいと思いますので、ね、皆さん一旦お手紙を戻していただいて、はいはい、その特殊切手がこちらでございます。グリーディング切手ポスクマと仲間たち、こちらの切手と、ハッピーグリーディング切手でございます。切手にはですね、動物や食べ物、まあ、キャラクターなど様々なデザインがされていまして、まあ、シールの切手がほとんどです。でまた白押しやエンボス加工、デザインに合わせた特殊変形など、見た目でも感触でも楽しめてシリーズも豊富ということで、かわいいですね。かわいいよね。送る人によって変えれますもんね。そうだね、その人が好きなものに。じゃあ僕は檜山君は面から紫なんで紫にします。それはいいです。おーおーロイヤルな感じがかわいいっすね。それね、すみません。いただきます。いただきます。いただきます。手が抜けません。え、先月のやつですか。こっち側の人はファンの人の気持ちが分かったのかなと思った。あーそうだ、ファンの人って手紙書いてくれるじゃん。そうだね、確かに意外大変だよね。そう、まあ皆さんもお手紙書いてポストに投函してみてください。投函